俺らもそう、今年準々決勝で負けたんですけど、やっぱね、一番危なかったんか3回戦マジで2か2や浅草やじゃあ2回戦か、うん、2回戦でマジ危なかった、まあ、あのまあ2回戦でもまあバット削られるじゃないですか、うん、でよっしゃっつってまあでも2回戦まあよし、まあ、普通にやれや、まあ、まあいけるんかなと思って、まあまあ、普通にやれ、うん、でパッて俺がパッパッて書いたからノブ君が「ああ」っていう顔してるから「いやいやまあ緊張すんなやつから」ちゃうって1個前がブラゴーリな、そのブラゴーリっていうコンビが、ね、あの俺ら自殺するネタやってたんですけど、自殺を止めるネタみたいな、自殺を止めるネタをやってたんです。そう全く同じ、まあよくある設定やから、まあまあ設定かぶりかでも嫌っすけど、一発目のボケが急に落ちるうちでそれまで一緒なんですよ。で、2回戦でももう時間も3分ネタやからやばいってなって、そう他のネタもあるけど尺調整してないから、でもどうしよう、どうしようどうしよう、いやでも頑張るしかないなと思って、うんうんうん、後ろパッて見たら一組挟んだコンビのニックっていう、うん、タイムボムね、タイムボムっていう、うんうん、外国人でお父さんが、うん、なんかのなんか不動産王みたいな、スーパー金持ちのアメリカかな、アメリカの金持ちの、うんうん、ニックっていうやつ、ニックコンビね、コンビが俺らの一個下がニックがまた、はい、あだから5組中3組が自殺の前なんですよ。そう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 、その M1 の1日長いやる中、うん、そうで、俺らは何ともやりきったよな、自殺ネタでかぶっていい、うん、だけどもうニックに限っては自殺プラス外国人乗ってる、うん一緒、もう2つ乗っかってたらな、ネタかぶりやったらいいっすよ、もう3つ目でも、うん、どうにか、うん、設定かぶり、うん、あの外国人っていうキャラも乗っかってたから、うん、もう絶望的なところで、うん、ほんまに俺ちょっと見たんですけど、マジどんちょしまってんのかなっていうぐらいもう全く受けてなかったっすわ、やっぱり。あの冒頭の自殺のふりするってなった時にニックが「オーマイガー」って言ったのが一番多いそこも多分その日1ブワーッそっからもう全くですけど、そりゃオーマイガーっすね